イメラジオ第2965回、今日は令和3年6月21日月曜日です。時刻は午前10時、横浜港北、月曜の朝来ました。初夏の朝らしく、遠くは霞んでいる、そんな港北の風景ですが、光あふれていますね。紫外線が強い、そんな風景です。さて月曜日、今回は有略天皇お話しいたします。有略天皇、若丈の鉄拳。5世紀ですね。400年代で、それ以前の300年代っていうのが日本史では空白の4世紀と呼ばれ、日本国内から記録も出てこない、考古学上の発見もない、中国の記録にもない。というわけで300年代の時期が不明である。ですからその頃の王君もやはり不明なままなんですね。そしてこの5世紀にもなってくると、日本史では古墳時代と呼ばれる時期なんですが、この有略天皇、この人は実在していたと思われます。で、有略天皇、若丈という名前で有名というか、これは日本史の教科書にも出てくるでしょうね。埼玉の稲荷山古墳、そして熊本の枝船山古墳、この両方の古墳からこの若丈という大君の名が記された鉄拳、これがまあ見つかって、で、そうかと、5世紀には大和政権、関東から九州までを支配下に収めていたんだな。まあ今では普通に教科書に書いてあることですが、この鉄拳が見つかった時には考古学者たち興奮したことでしょう。で、この有略天皇なんですが、まあ、日本書紀等には記載があるんですけど、なんかとっても残酷な、そんな王だった、そういうふうに言われてますね。なんか甚だ悪しき王様みたいな、なんかすごい呼び名で日本書紀では呼ばれていますよ。ただし以前慶太天皇の回でもお話ししましたが、慶太天皇で王朝が変わると言ってもいいほどの変化が実は皇室に起きていて、ですからまあその慶太天皇の正当性を保障するために、それ以前の武烈天皇とか、あるいはその前の
雄略天皇、今回の主人公ですね、このような人たちを足ざまに言うっていうことが必要とされた、そんな歴史解釈もあります。残忍残酷だったという記載もあれば、国内の政治においては、あるいは経済においても非常にうまく運営した、そんな記載もあります。大きな古墳が日本国内で作られていた頃、まあだからこの若竹さんも2つの古墳でその名が出てくる。当時の鉄剣というのはもう一番貴重な品物だった。ですからやはり剣聖すごかった人でしょうね。5世紀には中国で宋という国ができて、南北朝時代の後で、この宋という国では宋女和国伝という、そういう記録があって、この宋女和国伝には和の五王、日本には王様が5ついます、 1,2,3,4,5 というふうに記録があるんですけど、そのうちの武っていう名前の王様が雄略天皇であろうと言われています。ですから中国の資料でも確認できる、日本書紀でもまあディスられていますが確認できる、古墳からもその名が出てくる。というわけでこの雄略天皇は、まあ、実在が確認できる、そのようなお方。新羅とは関係が悪く、新羅から来た使いにも無礼を働き、というわけで半島の百済ですね、この半島の百済と接近していった、そういう政策を取ったのも雄略天皇です。ですからこの古墳時代から飛鳥時代にかけて、日本と半島の行き来というのは実はなんかすごく活発なものがある。雄略天皇もそうです。新羅と敵対し、百済に肩入れした。百済には軍も送っているようですよ、あの時代にね。だからどうして日本がこの新羅と敵対して百済と吉見通じるようになったのか、これずっとこの後も続いて、結局白水の湯の戦いで日本軍が大敗北するというあの状況を招きますね。やがてはどうして百済を応援するに至ったのか、どうして新羅とは敵対したのか、朝鮮半島との関わり合いが不可欠だったのは、当時朝鮮半島は日本にとって先進技術のある地域でしたから、そこから鉄器をはじめとしていろんな技術を教えてもらわなきゃいけない、渡来人も大事にしなきゃいけない、そういう意味があった、それもまあ分かりますが、なぜ百済だったのか。日本書紀では悪く言われているとさっきお話しましたが、この大きみのトップ、大きみのトップというか政権のトップですね、失礼しました、政権のトップである大きみ、まあ今の言葉で言えば天皇になるにあたり、自分の兄たちを亡き者にし、そして競争相手となりそうないとこたちも亡き者にし、まあでその後もですね、トップに立った後もいろいろ暴虐な面があった、いちいちあげません、嘘か本当かわからないからね。
ただしこの5世紀というのは、古墳時代の中でも大きな墓が作られた、そんな頃で、その真ん中あたりにこの雍略天皇がいるというわけで、大和政権といえば雍略天皇とパッと頭に思い浮かびますね。あとこの雍略天皇より少し前の仁徳天皇、ただしこの仁徳天皇っていうのは実在してるかどうかが今一つ不明ということを聞きました。民のかまどの仁徳天皇ですよね。あれは神話なんでしょうか、それとも実際に山の上から民のかまどの煙を見てらしたんでしょうか。若竹と称された雍略天皇、僧正和国伝では武王というふうにも呼ばれていて、古代の日本史を語るとき外せないお方ですね。イメラジオでお話しました。2965回、今回は若竹と呼ばれた雍略天皇お話しました。月曜日の朝です。